着物を着たデジタルアイドル初音ミクの浮世絵、歌川広重の東海道五十三次がモチーフです。ショッピングモールの天井に吊るされた長さ10メートル、幅2メートルの幕。水墨画風の龍のブルゾン。浮世絵の原画、幕、服の衣装、手法素材を問わずさまざまな絵を描く人物が今回の主人公。絵師、冬木さんです。いわく画家ではありません。お願いされて描いてるんだよね。その相手の欲しいものを、画風というものを売りにはしてないで。かつて日本には絵師という職種が存在していました。室町時代から江戸時代にかけて活躍した御用絵師、狩野派はその代表格。幕府や大名から注文を受け、屏風や襖、天井画や掛け軸など生活空間を彩る絵を描きました。京都の老舗出版社運送堂から依頼されたウルトラマンの浮世絵の原画、大阪城を破壊したゴモラと戦うシーンを描きました。ホテルのロビーを飾るパネル画、違うジャンルのものに絵を提供する立ち位置になってくるね。その時はね、あ、これ絵師だなと、画家ではなくて。昔の人もやってたなと、柄として自分の絵を提供する立場にいる人が絵師って言ってたんじゃないかなというふうに気づき出したんです。冬木さんはある阿波踊りのチームから法被のデザインの注文を受けました。この法被は2016年に冬木さんが手掛けたもの。今回はリメイクします。まず透明のフィルムをかぶせ、電熱カッターで型抜きします。パール粉と呼ばれる顔料を使い、サギの体をぼかし塗りします。輪郭をしっかり描きます。この法被は2019年夏の阿波踊りでお披露目予定です。徳島県の県庁である鷺の姿が黄金色に浮かび上がりました。冬木さんは神奈川県出身。小さい頃から狩野派の絵が大好きで、京都の美大に進学します。卒業後は京友禅の会社に就職、職人としておよそ15年間着物作りに携わりました。絵というものが、その額に入ってる絵だけじゃない。その人の生活の中に必要な絵があるということに気づくのは着物の職人になってからね。
好きに絵を描くというよりはその求められたものを応じて描くということを着物の職人やってた時に学んだ。冬木さんは毎朝自宅近くにある哲学の道を散歩します。日々変わる風景、千年変わらない風景。もともとその京の都だと言われてた頃が行ってみたいなという時代だったから、当然なくなったわけでもないし、その都がね、京都はまだまだいっぱい残ってるものも多いし、当時を忍ぶものもいっぱいあるから、まあ、そういうものに触れたり見たり勉強したりすることが多いし、何気ない古都の風景を筆の赴くままに書き留めます。ピアニストが毎日鍵盤に向かうように、野球選手が毎日素振りをするように、描いた絵はすぐに SNS にアップします。冬木さんには子供の頃から数えきれないほど模写してきたあるモチーフがあります。京都で友禅を学び絵師となった冬木さん、憧れの狩野派や葛飾北斎が描く龍を子供の頃から模写してきたそうです。いろんな龍を見てきて、俺だったらこの目欲しいとか、俺だったらこの爪が欲しいなとかいうのを自分の中で構成していって出したものが自分が描いた龍になるっていう感じですね。だから、まあ、よく見たらこの豚っ鼻北斎に似てねとかあるんですけどねそれでいいんじゃないかなとは俺は思ってるんですよ。だって見たことがないんで誰も。紫苑院が発行している冊子の表紙の制作、モチーフの龍は三門内部の天井画。初稿から何度も繰り返しトレースしています。2回目描くことに時には1回目よりも慣れてるから綺麗な線にはなっていって、だんだんこの線が一個一個の線が整理されていくって形、この枚数を重ねれば重ねるほど線が整理されていってより意匠化していくものになる。何十枚ものトレースによって完成度を高めた龍の下絵ができました。スキャンしてパソコンに取り込みます。データ化した龍に色を塗ります。表紙のサイズにトリミングして完成。紫苑院にはデータで納品します。冬木さんが描く龍に惚れ込んだアパレルブランドがあります。友禅の技法を使って洋服を作っているパゴン。この顔、龍の顔。代表の亀田典明さんはSNS を通じて冬木さんの龍に出会いました。顔でも8割方決まってるみたいな。絵として描いてもらったらそれは絵として成り立ってるもんなんですけど、それを型にして私が染めますもんで、今度出来上がった姿っていうアロハにしたりこういうものにしたりいろんなものにしていきますので、ちょっとここ寂しい境に線も描いてとかいうので墨吸ってもらってなぶってもらいました。修正もまあ結構ありますし、それを気持ちよくやっていただきました、はい、亀田さんのオファーに全力で応える。
冬木さんがデザインしたアロハシャツなどが今後パゴンの定番商品になればと考えています。都に集うそのいろんな職種の人たちとかいろんな人たちと出会ってその人たちに柄を提供する立場になろうと思ってやってるわけで、まあ、その人たちがありがとうございますこんなものができましたって言って喜んでもらえるようなことに結果なれたらこの今日の都で場所がいい場所ができたんじゃないかなと。龍の雲を得るごとし絵師冬木さんはかつて京の都で活躍した絵師たちに思いを馳せ依頼者に寄り添った絵を描き現代の京都で天を目指しているのです。